さて、下の画面見ていただければわかりますが、メンバーを変えてまいりました。変えたというか、強化というか、配合してきました。で、スタメンはこんな感じになっておりまして、まあ、相棒はいつも通りです。で、テリーという名前のですね、バトルレックスを配合して作りまして、こんな感じです。で、ジャンバラヤンというね、名前のモンスター、初めて使いますが、名前バンバンバンです。ジャンバラバンバンバンみたいな感じで、適当に名前をつけました。で、タッカーはいつも通りですね、キメラ。で、相棒は、なんかね、どんなモンスターと配合させても、この姿のままだったので、配合させて男の子になりました。うん。こうだね。ホイミスライムと配合させて、回復技もね、ちゃんと使えるようにさせておきました。んで、ボロンゴですね。この子もですね、もともとベビーパンサーだったんですけど、ベビーパンサーとベビーパンサーを配合させてベビーパンサーにしました。うん。で、ヘルコンドル、作りました。うん、いいですね。やっぱりヘルコンドルは安定ですかね。で、やはり安定といえばこいつですよ。お母さん、作りました。テリワンの時にもね、グリズリーは作りまして、だいぶ役に立ったんですが、やっぱね、序盤はグリズリーのゴリ押しでいかないとダメな気がしたんで、配合させてですね、2マス使ってしまうんですが、まあ、とっておきのメンバーとして入れておきました。まあ、こんな感じで、配合も、することが無事にできたんで、強化されたと思います。これで少しは、対応できるんじゃないかなというふうに思っております。で、キメラだけはですね、なんかもったいないなと思ったんで配合させておりません。なので、この子が一番弱いかもしれません。で、レベルはですね、みんなレベル25まで均等に上げようとしまして、まあ、ちょいちょいね、上がっちゃってる子もいますが、基本的には25を目標にしてレベル上げしておりました。んで、氷の鍵をですね、実はもう裏で手に入れてまして、この先にある大通りにある岩をですね、水野ちゃんの聖剣好きによってぶっ壊したらですね、ここのお店の人なのかな?よくわかんないけど、この人がくれました。うん。なので、早速ですね、もう、ワールボーのとこに行って、へそに行ってですね、旅立ちましょう。よし。行くぜ。おー、みつな、氷の鍵を手に入れてきたか。だが残念だったな。タッチの差でカメハが先に雪と氷の世界に行ったぞ。なんか知らんが、あいつ世に燃えてたな。水の世界で何かあったのか?まあ、とにかく、今回もあいつと競争だ。油断して出し抜かれないよう気をつけてな。はーい。じゃあ、頑張っていきますか。で、海賊の鍵ですね。探索率が 92% なんだけど、なんか一箇所に行けない場所があったんで、そこが残りの 8% じゃないかなと思うんですよね。まあ、とりあえずしょうがないんで進めていきましょう。氷の鍵。雪と氷の世界に繋がる鍵。白銀の大地には寒さに強い魔物たちが生きている。炎技か。持ってるやついるかな?メラとか。ねえ、全然覚えさせてないけど。さあ、着きました。うん。じゃあ行きますか。寒いんだろうな。おお、もう雪が積もってるね。おお、曲が違う。あ、悲しい。なんか塔が立ってる。わあ、なんか悲しいね。ということで、みつのちゃんのお着替えタイムですよ。もふもふコートというものをもらったんで、かわいい。めっちゃかわいいな。また髪の毛の色に合ってるね。じゃあ、これで着替えて。さ、雪の世界行きたいんですが、モンスターが全然いねえぞ。うん。お、いた。なんかかわいい。まあ、とりあえず、こいつら無視していきましょう。どん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 進めていきますよ、物語を。まあ、前回はね、それでやってたせいか知らんけど、結構苦しめられましたけどね。まあ、戦ってもいいんだけど、結局カットしちゃうんでね。だったらもう、ベラ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 適当に喋って、適当にって言い方も良くないけど。お、雪だるまだ。雪だるまがあるよ。おー、敵かい!びっくりした!今のは素で雪だるまだと思ってた。さあ、一つ目の街到着しました。雪、ん?北の国、ノースデン。おー。どうも。ここは北の国ノースデンです。旅のお方ですか?この辺りの名所は西の方にある精霊の泉。
おう、早速ね、情報が得られましたが。どうも。今年の冬の寒さは特に厳しい。息も凍りつきそうなくらいだよ。そうね、寒くなってきたね、最近。でも鉱山の金を早く掘らないと西の国に先を越されてしまう。おう、その精霊の国とかっていう国かな。ほう、秘宝を求め旅をしているっていうのですか。この世界で秘宝といえば、西の泉に祀られている大空の盾。おお、盾。なんでも、精霊の過去が宿り、空を飛ぶ力。そう、空を飛ぶ力が欲しいんですよ。さっきの海賊のね、ところでも、空を飛べないとなんか行けない場所があったんで。万年雪。きっとあれだろうな。その空を飛ぶ道具が、道具っていうか力か、がつくんだろうな、ミツナちゃんにも。今、ジャンプしかできないからね。お邪魔。どうも。このところ前にも増して寒さが厳しくなってきとる。精霊様の奇跡を待つしかわしらにできることはないのかの。まあ雪国だからね、寒いって思ってたけど。この辺りでは干し芋って芋をたくさん取れるんだよ。星の光でも育つことができる精霊様からの贈り物さね。悪い人じゃなさそうだね、精霊っていうのは。ん？本。伝説の一角獣という本だ。湖の南側の町では、古くから黄金の角を持つアルミラージュを見たという噂が絶えない。へぇ、アルミラージュって黄色だよね、普通角ね。腕に覚えのある者はアルミラージュと戦い続け、ぜひ真相を確かめてほしい。へぇ、いっぱい戦ってれば出てくんのかな。そんなポケモンの色違いみたいな感じで。ねえ、確率が低いんだろうけど。ねえ、あなた、ちょっと聞いてよ。西の国との国境にある鉱山で、私たちが先に金を見つけたのに、西の国は金を掘り出して独り占めしようとしてるの。もう、国同士の争いか。どうも。どうも。立てください。西の国との争いで王はお忙しい。子供の相手などするはずない、なかろう。なんだよ。通してくんないの？西の国、ウェスターニアとの国境にある鉱山は、現在誰も通ることを許されておらぬ。ウェスターニャとの争いが収まらぬ限り通ることは叶わぬだろうな。ノースデンというウェスターニャといい、なんとも覚えやすいような覚えにくいような名前してますけど。じゃあとりあえず西に向かわないといけないっぽいんで、とりあえず行ってみましょう。精霊の泉。お、本当に凍っちゃってる。うわ、なんだあれ。あれが盾？大空の盾だっけ。すげえ。ミツナ？ミツナ？私の声が聞こえますか？誰だ？お母さんか？まさかの お母さんもこの世界に？おお、なんか、誰だ？この人が精霊さん？やはりあなたは私の声が聞こえるのですね。私はこの泉に宿る精霊です。おお、またお美しい。まあ、ミツナちゃんの方が可愛いけどね。私の役目は、この大地に恵みを与え、ここに暮らす人々を守ること。しかし今、私を必要とする人々の心に、何者かが暗い影を落としています。そのため、私の力が宿るこの泉は、凍りつき、恵みの季節をもたらせないのでいるのです。うん。皆が平和な心を取り戻してくれれば、私の力もきっと、平和の心ね。なんか聞いてる限り、なんか西の国と北の国が争ってるっぽいけど。ミツナ、もしもあなたが人々の心に平和を取り戻してくれたなら、この地に伝わる秘宝、大空の盾をあなたに差し上げましょう。おう、物で釣るってか。まあ、釣られてあげましょう。どうかこの世界を救うために立ち上がってはもらえませんか？いいですよ。ありがとう。さすがあなた、あの方に認められた奇跡のモンスターマスター。誰のことだろう。さあ、手を出しなさい。あなたに精霊の使いである証を授けましょう。あの方って誰だろう。あれかな、前に砂漠の国で戦ったやつかな。悪者？もしかして。泉の精霊から精霊の印。はい。その印を見せれば、みんながあなたのことを精霊の使いと認め、迎え入れてくれるでしょう。まずは、この泉の東にあるノースデンに向かい、人々の心を救ってあげてください。はい。戻れってか。それでは、ミツナ、頼みましたよ。はい。
とりあえずあれじゃないか、この印を持って王様に会いに行けばいいんじゃないか。控えよろーっつってな。私がミツナだ。とりあえずもう いちいちフィールドマップ出んのめんどくさいんで、じゃあ一気にルーラー。あ、なんだ、普通に話しかければよかったのこれ。むむ、そのメダルはまさか。いや、やはり精霊の印か。君は精霊の使いだったのか。これは失礼しました。くそ、無駄にうろついちゃって。あ、はい、どうも、お邪魔。ほら、精霊の使いじゃ、私は。ほらほら、文句あるか。ほらほら、なんか金目のものもあるかな。どうも。この前西の国から使者が来ていたが、話はまとまらなかったようだ。奇跡でも起きない限り、もう戦争は避けられないだろう。醜いな、争いが。金のために争うとは。はい、いただきますよ。やった、金やったぜ。赤い宝石、なんか高そう。平和って絶妙なバランスで保たれてるんだって思いますよ。金が見つかったと聞いたときは私も喜びましたが、まさか今までの平和がこうも簡単に崩れてしまうなんて。世の中所詮金ですね。金金。金があれば何でもできる。人々の不安と恐れて町の方も沈み返っている。西の国の人々も同じような気持ちなんだろうか。そんな金にね、目がくらんだ人たちが治める国だからな。ついにウェスターニャとの戦争が始まってしまうのでしょうか。私の弟も国境の鉱山へ派遣されてるんです。鉱山で金が見つからなければこんなことには。いっそのこともう私が全部もらっちゃいますよ。その塔はどれだ。おお、そのメダルは精霊の印。なんと精霊の使い手なんでございましたか。そうだそうだ。今この時に精霊の使いが現れるとは、正義は我にありということかもしれませんな。いや、そういうことじゃないんだよな。これより王が大事な話をされます。精霊の使い殿も一緒にお聞きくだされ。はい、ちょっと奥の部屋見たかったんだけど。あ、おお、髭を蓄えたノースデン王。我がノースデンの兵士たちをよく聞くがいい。鉱山で見つかった金をめぐり、国境では未だ西の国との睨み合いが続いている。これまで話し合いで解決しようと試みたが、相手も引かず拉致が明か。そこでだ。これよりノースデンは全兵力を挙げ、西の国ウェスターニャに戦争を仕掛ける。よくないと思うけど。我が国の金を奪おうとするウェスターニャに目に物を見せてやるのだ。戦地に赴く勇敢なる兵士たちに精霊のご加護があらんことを。まあ国は豊かになるかもしれんけど。ん、どうも。え、無視そのとは誰じゃとか言わないんかい。無視されましたけど。王のお話にあった通り、我らは今西の国に戦を仕掛けようとしています。精霊の使い殿が協力してくれると知れば、我が国の兵士たちも心強いでしょう。どうか南の鉱山にいる兵士たちに声をかけ、手を貸してやってくだされ。お願いしますぞ。いや、そんなことのために来たんじゃないんだけど。私が金をもらうっつってん。まったく、万事解決でしょ。西の国も北の国も基金が手に入んなければ万事解決でしょ。争いが一日でも早く終わるよう精霊に祈りを捧げましょう。もうこれはね、三つどもえで戦うしかないですよ。ああ、カラスの魔物という本。ヤタガラスに大ガラス。カラスの魔物はいまいちパッとしない。しかしカラス好きの私は信じている。この二体が手を取り合った時、素晴らしいカラスの魔物が生まれてくると。ほう。ヤタガラスと大ガラス。へえ。機会があれば配合しましょう。特に目星ものないね。とりあえず王様に話をしたいんだけど、なんだお前は、王様に何かご用なのか。何？精霊様の使い、それは誠か。そうだそうだ、通せ通せ。これが目に入らぬか。まったく。お、さらに奥の部屋あるんだな。すごい奥行きのある建物なんだな。どうも。なんだお主は、
門番の兵士には誰も通せなと言っておるはずだが。ふん、精霊の使いだと？これはうさんくさいのが現れたものだな。まあよかろう、話ぐらいは聞かせてやるわ。国境の鉱山で見つかった金鉱脈は我が国が先に手をつけた場所なのだ。後から来たベスターニャの連中が金の権利を主張するなど断じて許さん。わしは力ずくでもあの金を得る。争いが終わらぬ限り国境は封鎖だ。なんか一緒にね、国を作り上げていきましょうとかっていうことにはなんないんだね。もっと仲良くすればいいもの。それこそね、自分の国民からの支持をね、落とすような気がしますけど。なんて一般市民からのね、意見には耳を貸してくださんないんでしょうけど。じゃ、とりあえず、あれかな？鉱山に向かえばいいのかな？もうさっきね、迷子になってて行っちゃったからね。すぐ行けるんですよ。国境の鉱山前。さあ行きましょう。さあ、到着しましたよ。おお、いっぱい集まってんじゃん。焦ってる。わあ、冷戦状態じゃん。ウェスターニャ兵に次ぐ。この鉱山の金は、我らノースデンが先に手をつけたもの。発掘の権利は我らにあり。それを認め、この場から早々に引くがよい。もしも考えを改めぬ場合は、ノースデン全兵力を挙げ、武力を行使する。このまま祖国に帰るのが身のためだぞ。おう、緑色だ。ふん、その言葉、そっくりそのままお返ししてやる。我らウェスターニャ兵は、祖国の者たちと約束したのだ。何としてもここで富を得て、姫様に笑顔を取り戻してみせると。姫？どうやら忠告は聞き入れられぬようだな。我らは剣を交えねばならぬらしい。行くぞ。急ぎ、戦の準備だ。打ち合うんですか？いや、それをどうやって止めようっていうね。うー、大変だ。これはいよいよ戦争になるぞ。お前も巻き込まれないうちに早く逃げた方がいいぜ。じゃあな。そうな、逃げといて。どうも。おい、お前みたいな子供がどうしてこんなところにいるんだよ。って、それは精霊の印じゃないか。精霊の使いが援軍に来てくれるとは心強い。早速、最前線にいる兵士長に声をかけて指示を仰いでくれないか？別にこっちの味方になるとは一言も言ってないんだけどな。みんな、金にしかな。ん？西の国には年頃の姫が一人いたはずだが、何かあったのか？姫。姫のために戦いますよ、私は。ちょっと西の国に加勢したいんですけど、どっちかっていうと。兵士長、この人？む、君は、なんと、精霊の使いが援軍に来てくれたのか。それは心強い。では、君には、鉱山の金を、西の兵士たちから守ってもらおう。鉱山の奥に大きな金の塊がある。そのあたりに誰もいないか調べてきてくれ。はーい。ほれほれ、通せ通せ。じゃ、お邪魔しますよ。国境の鉱山。鏡石。モンスターいるんかい普通にモンスターいるんかい。じゃ、とりあえずは探索をして、その金の塊のとこまで行けばいいんだな。すんげえ金ピカなんだけど。これか。おっと、それを調べてもらっちゃこっちが困るんだよ。おお、なになになに。おお、爆弾岩だ。こいつらも狙ってんのか。表の奴らみたいに金の夢でも見てればいいものは、こそこそかき回られちゃ計画が台無しだぜ。なんだ？偽物的な奴なのかな。さあ、ボス戦だ。爆弾岩か。怖いな。ちょっと怖いけど、まあ、やってみっか。ダメージが意外と入んねえな。
ちょっとここはあれだな、味方を強化してから攻撃した方が良さそうな気がする。じゃあどうしようかな。とりあえずバイキルと相棒の回復もさせとくか。ライデインは使うまでもない気がするけど、ちょっと使ってみたいな。ライデイン、あ、一旦しか使えないのか。じゃあいいや。物質的にで、相棒はあ、スクルト覚えてないのか。じゃあいいや、戦おう。うん、ここで行こう。バイキルト頼むぜ相棒。いいね。でも敵も強いな。岩投げ、普通の攻撃が強いね。でバイキルトの、はい、でどうすっかな。いっか、とりあえず作戦変えなくていいでしょう。やばい、おお怖っ。バイキルト切れるの早いな。そんな早く切れる。ハイテンションすげえ上がったな今。意外と切れるのが早いな。いた。全体攻撃はきついね。よし、オッケー、いいね。おう、じゃあくそ、持ってかれた。じゃあここはヘルコンドルでよろしく。ヘルコンドルもね、何気に強かったんでね。回復、ベホマラもったいねえな。スクルトにしておこう。バイキルトが意外とすぐなくなっちゃうんだね。はい、まあ普通の攻撃でもまあまあこいつら強えからな。 OK、 問題なく終了。まあキメラはやられましたけど。ちっ、こうなるやけだ。この金鉱脈もろとも吹き飛ばしてやれ。やっぱりね、そうなるんだ。いやあ、あーあーあああ、うわあ、なくなった。どうした、今の爆発は一体何だ。おい、金はどうした。まさかそこにある分しか残ってないのか。まあそうだな。いや、こいつは金なんかじゃない。よく見ると単なる石くれだ。なんだと。俺にも見せろ。やっぱり偽物だったんだ。なんてこった。俺たちは今まで見せかけの金に踊らされ争っていたのか。そうだ、こうしてはいられない。このことを王様に知らせないと。そうだね、争ってる場合じゃないよ。君が糸をかけて俺たちは取り返しのつかない過ちを犯さずに済んだ。ありがとう。君もノースデンに帰ってみんなに真実を教えてあげるといい。はーい。いい人だね。まあ、お姫様にちょっと会いたかったっていうのもあるけど。じゃ、とりあえずはルーラで、回復してから王様に会いましょう。キメラやられちゃったからね。